手元だけ、手元多めで、手元多めで手元多めで時々、時々全身やめてください、もうイメージダウンにつながる、本当に何のイメージかわからない、この YouTube のイメージダウンが新たなものが出てきちゃったよって感じ。来る日も来る日も枯葉掃除ですね。気がない。気がないです。なんか表作ってる、あの定規みたいなのも作ってる。いや本当そうなんですよ。本当はね。だいたい真ん中みたいな。人間の欲求はそんなもん。
さんにお伝えしたいですね。何も考えずにこう打つけど、ここに力がないとここに飛ばないわけじゃん。こっからここまで飛ぶには ここまでのやっぱ力がないとやっぱり飛ばないわけで、そういうこととか、あと要するに空間バランス、こう字があって、わざと僕なんかこう行間をうねらすので、そうするとこの行間をうねらすには、こっちにこの行間を支えるものがないとバランスって取れないじゃん。そうやってね、結構書もバランスを取ってくるんですよ。結構似てる。なんですか、二次元を三次元で見せるように工夫するというような感じなんですか。立体的に奥行き。いや、あのね、立体的っていうよりもね、やっぱ白いところを綺麗に見せる。白いところを綺麗に見せる。うん、